はい、皆さんこんにちは。アップワークストアの立てでございます。そしていつものジャパンの、鹿島由衣と申します。はい、今日はですね、そうなんです、いつものアップバンクの事務所オフィスではなくてですね、キジモトジャパンさんというもうこれ超有名ですよ、テクノロジー系のメディアですね。あの iPhone の記事とかいっぱい上がっているあのメディアさんにお邪魔して動画を撮影しています。というわけで初めての方も多いと思いますので、はい、自己紹介からいきましょうかね。まず私からなんですけれども、はい、私はアップバンクストアという iPhone や iPad のアクセサリーを販売しているお店で仕入れや買い付けをしているバイヤーという仕事ですね。バイヤーでございます。バイヤーの盾でございます。あの記事とかも書いてますけど、はい、で鹿島さん、はい、私が在籍しているギズモードジャパンはガジェットだとかテクノロジーだとかサイエンスだとか世界中のイノベーティブなニュースをお届けしているメディアです。で特に iPhone が日本で発売された年と同じ年にできたので、はい、iPhone のニュースなんかもよく取り上げてます。そうですね、はい、その中で私はエディターをやってます。はい、女の人は一人しかいません。あ、そうなんですか。はい、ライターさんは女の人はたくさんいるんですけど、はい、エディターは歴代二人目です。ほぼ男。はい、結構貴重な情報じゃないですか。いや、別に。ウィキペディアとかに書いてないです。ないです。ギズモードさんには女性のエディターは今一人しかいない。あ、そうです。これ裏情報でね、ギズモードファンにはたまらないかもしれない。重要な情報かもしれないですね。はい。はい、というわけで私はいつもあのアップバンクストアというところで販売しているグッズを、YouTube のチャンネルでご紹介するということをやっているんですけれども、今回は番外編スペシャルということでですね、まあ、ガジェット女子と呼んでいいんですかね、鹿島さん、はい、はい、と一緒にですね、いろいろな話を聞いていこうと。もうメディアの方ですからきっとね役立つ話が聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしています。というわけで、このバイアチャンネル24でこれから、不定期にはなると思うんですけども、こんな感じでギズモードさんと一緒に撮影した動画もご紹介できればというふうに思っていますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をしてですね、これからどんどんアップされる、そのテクノロジーの話題と、今買えるプロダクトの話題を両方ご紹介する、動画をですね、ぜひご覧ください。チャンネル登録忘れなく。それではバイヤー笑っちゃったいやいやいや、全然大丈夫です。こんな感じで、バッチリですよ。緩いです。あ、ごめんなさい。いや、いい感じ、いい感じです。ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。アップバンクストアバイヤーの盾でございます。いつもアップバンクストアでお買い物をいただきありがとうございます。インターネットと、実店舗両方ありますので、これからもよろしくお願いします。そして、バイヤーチャンネルの登録、お済みでしょうか。スマホの方は動画のタイトルをクリックすると出てくる赤い登録ボタンがありますので、そこからご登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。